遠藤彩さん、こんばんは。僕があなたを知ったのは、そう、某ラッキーなアニメでした。そして某ジーダムなアニメでの大人の声にノックアウトされ、そしてこのエムロ政府であなたの声ばかり聞いています。そんな遠藤さんと結婚したいくらいです。愛してます。ちなみに一番好きな声優さんはマーヤさんです。愛してます。このパターンか。ああ、ふーん、上げて落とす系ですよ。へー、いいんじゃない。あやさんと結婚したいそうですよ。へー、でも1番じゃないですよ。2番なんだ。でも2番かどうか分かんない。2番かどうか分かんないですもん。6番目ぐらいかもしれないでしょ、なんかとりあえず見てるのに出てて気になってますけど、いや、もうあやさんが1番なんだよ。カチーン。カチーンってきちゃった。でもほら、結婚したいっていうぐらいだから。あ、でもそっか、彼まだ17歳だから。将来的には遠藤さんで落ち着きたいと、うん、あ、なるほどね、そうそうそう、あ、付き合いたくはないけど結婚はしたいタイプ。あ、そういうよくあるやつですね、うん、あの雑誌のランキングでね。あ、お嫁さんにしたい、そうそうそう、恋人にしたいとお嫁さんにしたい別っていう、うん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 、あ、家庭的な匂いがするんじゃないですかね。私、家を守ってくれそうな。そこ何よ、喜んじゃうの。喜んじゃう。そこ喜んじゃうの。え、最終的には嬉しいじゃない。ああ、そう、選ばれれば。中村くんはあれなんだよね、はい、遠藤さんと同い年なんだよね。そうです。同い年だって発覚した瞬間に、ああ、そうなんですか、うん、同い年なんですか、結婚しましょうって言ってたもん、ね、言いますよ、嫁さん。これね、別なダムの作品がある。別なダムって、はいはい、これダムじゃないけど。ああ、そっちもね。虫が出てくるやつ、ダムのやつね。別なダム、神谷さんいないダムです。それでですね、遠藤さんと共演して、打ち上げの時に話してて、遠藤さん、誕生日、そうなんですか、僕、うん、いつでしたっけ、私17で。17でしたっけ、僕が20日なんですよ。3日違いなんですよね。じゃあ、結婚しますって言って、あ、じゃあ、みたいな。お前だって G の時もそんなこと言ってたよ。そう、だから、とりあえず言ってんですけど。とりあえずだ。